新シリーズです。美術様式解説シリーズとでも言いますかね。あのゴシックだルネサンスだロココだ言ってるけど何なんだっていう話を、おーって島崎さんがやろうって言ったんだよこれでこれがね大事だ全然簡単に解説するシリーズをって言ったけど簡単に終わらないねこれ弱ったよこれ。まあルネサンスは聞いたことあるよな当然。はい。これ何語だ？イタリア語？じゃないんだよ。フランス語。フランス語なんだよ。ルネサンスなんだよ。ネートル、フランス語、生まれる、再び生まれる、再生とか復興っていう意味なんだよね。でこの言葉が有名になったのってそんなに古いことじゃないんだよ。これ19世紀なんだよ。1860年にスイスのあの歴史家の偉い歴史家のヤコブ・ブルクハルトっていう人がいるんだけど、その人がイタリアルネサンスの文化っていう本を書いたんだよ。これで有名になった言葉なんだよ。ねえ、ブルクハルトはブルクハルトってぐらいでドイツ語で本書いてんだよ、ね、でドイツ語でイタリアの話書いてんのになんでルネサンスフランス語やねんっていう確かに話でしょ。でこれはねちょうどその5年前1855年にフランスの歴史家のミシュレっていう、これもまたもうフランス史を語る上で必ず出てくる人なんだけど、ミシュレがフランス史っていうもう体調を出してるんだよ。その中でルネサンスっていう言葉を使ってるのね。でそれもあるし、やっぱりそのなんか用語として立たせたかったと思うんだよ。あの今でもほらわざわざカタカナで言ったりすることあるじゃん。それと同じでちょっと外来語で用語として立たせたかったっていうこともあってルネサンスって言葉を使ったと思うんだけど、これもともとウルダンが言ったようにそのイタリアルネサンスの文化の本だからイタリア語でいう再生とかそういうのってこれ、ね、なんだルナスチータって読むのかな、今のリナスチータか、あの今のイタリア語読みするとリナスチータっていう言葉があるわけで、それはもうそのそれこそルネサンス期のイタリアでもうそのダンテとかさ、あるいはもっと後の画家のバザーリとかが要するに古代ギリシャローマの美術とか文学とかを研究したり復活させたりしようっていう意味で実際使ってるわけだよ。だからそれを受けてミシュレ・ブルクハルタ・ルネサンスと言ったわけなんだけど、これ一般にはだよ、あの世界史の授業的にはさ14世紀から16世紀のヨーロッパでイタリアを中心に起きた古代ギリシャローマの古典に学び人間の自由や個性を尊重しようとした文化運動と、そんな感じに、そんな感じだよな、世界史なら、はい、これはさ間違いじゃないんだよ、間違っちゃいないんだよ。あの14世紀か16世紀のヨーロッパで、まあ、イタリアが最初で起きてギリシャローマの古典に学んで、まあ、人間の自由とか個性とかそういうことをこう尊重した文学とか美術をやってこやないかっていう運動が起きたっていう、これは間違いじゃないだけど、そこにこのルネサンスっていう言葉使ったのは結構問題あって、復興とか再生っていう意味じゃない。でそれなまじその言葉使っちゃったもんだから、その特に近代のこの革命史観みたいな中で神に支配されて人間性が抑圧された中世に対してその人間の自由を人間性の解放を求めた運動みたいなさ、革命史観的な捉え方しちゃってるんだよ。なんかルネサンスみたいな感じでいきなり人間の自由が復興したみたいな感じで捉えられがちなんだよ。だけど実際はその古代ギリシャローマ文化がそれまで死んでたわけでもないわけだよ。再生とか蘇りとか言うけど、じゃあその前死んでたのかって言うとそうでもないんだよ。で逆にそれが再生したからって言って中世のキリスト教文化がなくなったわけでもないんだよ。でそれはもうブルクハルト自身も言ってるんだよ。ずっと言ってるんだけども、どうしてもこのルネサンスっていう言葉が
あるから、そこで急になんか革命的なことが起きたみたいに思われてるけど、それは違う。で、最近の教科書でどうやって教えてるのかなと思ったら、やっぱりそこ踏まえてて、ルネサンスの本質ってなってて、これ山川の世界史 B ですけどね、中世末期の西ヨーロッパでは都市が発展し、そこから中世の文化を引き継ぎながら人間性の自由解放を求め、各人の個性を尊重しようとする文化運動が現れた。これがルネサンスの意味で、およそ14世紀から16世紀にわたってヨーロッパ各地に広まった。ルネサンスは近現代につながる文化の出発という側面から理解されることが多いが、中世の文化の継承発掘という面もあるって、やたら中世を継承してるって限られた文章の中で2度も言ってるんだよ。で、まあ確かにそうなんだよ。ルネサンスでいきなり全部が変わったわけでもないんだよ。で、なんだけど、これを同じこと2回も言うんだったら、もう一個言わなきゃいけないことがあって、それはルネサンスが中世を引きずってたっていうのもあるんだけど、中世にもルネサンスあったんだよっていうことを言わなきゃいけないと思うんだよ。要するに、その古代ギリシャローマの古典の研究っていうのは、中世の間ずっと禁止されてたわけじゃないんだよ。ずっとあるんだよ。教科書の中にも出てるんだけど、9世紀にはカロリング・ルネサンスと呼ばれた時代があったわけで、カール大帝が神聖ローマ帝国皇帝になった直後なんだけど、この時代は写本がものすごいいっぱい作られたんだよ、古代ギリシャローマ古典のね。それから比較的最近よく言われる12世紀ルネサンスっていうのもあったんだよ。で、見た12世紀ルネサンスについては書いてるんだよね、これ教科書にも出てる。この時代はね、大翻訳時代って言われて、イスラムからアラビア語に訳された古代ギリシャの文献が入ってくんだよ。で、当時ほらイスラム王朝があったスペインの、特にトレドとか、あとシチリアで、そのイスラムから入ってきた文献をユダヤ人とかの学者がラテン語に訳した大翻訳時代っていうのがあるんだよ。で、この時代ももうルネサンスっていうとすぐコペルニクスの地動説とかっていうんだけど、12世紀ルネサンスの時もニコル・オレームっていう人がもう地動説唱えてたりとか、だからそのルネサンスに中世が残ったように、中世にもルネサンス的な動きっていうのがあって、ずっとつながってんだよ。これずっとやってきたことがある程度のその開花期を迎えたのがこの14世紀から16世紀なんだよ。で、俺いつもさ、ヨーロッパっていうのが何かっていうのをね、簡単に説明すると、この西洋文化、ヨーロッパっていうのはケルト人がいたところに入ってきたゲルマン民族が古代ギリシャ文化を継承した古代ローマ文化とユダヤ教を継承したキリスト教を融合するこの3つ全部それぞれに相反する要素を含んでるわけだよ。例えばこの人たちはどっちかというと木の文化で、まあ、簡単に言うとこれ神秘的なんだよ。で、これはもう享楽的な文化じゃん。もう人間万歳、神様がレイプしまくる文化じゃん、これ。で、これ禁欲的な文化じゃん。それぞれ相入れない部分があるわけだよ。だけど特にこの2つをこの人たちが何とか融合しようとしてきた歴史なんだよ、ヨーロッパの中世って。で、この三角形ができたのが世界史でこれにも載ってる800年のカール大帝の大観なんだよ。で、あれなんでそんな重要かっていうと、あれはゲルマン民族の国なんだよ、フランク王国ね。で、もうヨーロッパ大抵ゲルマン民族なんだよ。ゲルマン民族ってドイツ人だけだと思ってるだろう、大間違いで。フランスだってさ、あれフランク王国の後だからフランスっていうんだから。で、アングロサクソンだってイギリスのゲルマン民族じゃん。みんなゲルマン民族の国なんだよ。で、まあ、その最初のフランク王国の王様のカールがキリスト教の、トップであるところのローマ教皇から神聖ローマ帝国の皇帝の冠を授けられたわけだよ。はあ。だからそこでこの三角形ができたんだよ、800年に。まず最初にケルト人がいたところにローマ帝国が入ってきてローマになって、でそこにキリスト教が入ってきて、でそこにゲルマン民族がドドドドってきてみたいなことがあって、
で800年にそのゲルマン民族の国の王様がローマ教皇からローマ帝国の継承者として冠を授けられたことでこの三角形ができている。そっから何百年もの間この人たちはこれ矛盾するやんけと、これをどうにか統合していこうということをエッチだオッチだやってたわけだよ。それが一つがだからそのカール大帝の時のカトリングルネサンスであり12世紀ルネサンスだったわけだよ。それでその14世紀からのルネサンスで一つの、まあ、頂点を迎えたということなんですよ。そもそもの間違いの原因はこれが人間中心の人間万歳の文化だったと。で中世はこれが支配した暗黒時代だっていう、これとこれは相入れないっていう二律背反で考えることに問題があるんであって、ヨーロッパの文化っていうのはこれが二律背反のものをなんとか融合辻褄合わせようとしてきた歴史なんだよということですね、いうことなんですよ。だから以前このボティチェリの春を紹介した時にも言ったんですけども、ルネサンスっていうとすぐ出てくる絵がこれですよ。でこれはギリシャローマ神話、ローマ神話のまあ絵じゃないですか。でこれ春の神様のヴィーナスとも言われてるけれども、実はボティチェリはここに聖母マリアを重ねてるんだよという話を以前したんだ。だからこのようにルネサンスっていうのは単にそのギリシャローマの芸術を復興しただけじゃなくて、それをキリスト教と融合したっていう、そこに大きなポイントがあるんだよということをね、お話ししたと思います。じゃあなんでまあその中世にはなかったこういう絵が描かれるようになったのかっていうと、まあ、一つにはよく教科書にも書いてあるようにその古典研究が進んだ、特に東ローマ帝国が滅びるにあたってコンスタンチノープルから、まあ、今のイスタンブールからたくさん学者が来たとか、そういうことが古典研究が進んだから商業が発展して教会以外のパトロンが出てきたわけだよ。まあメディチ家が代表だよね、金融資本のメディチ家とか。でそれからもう一個忘れちゃいけないのは教会自体が世俗化してるんだよ。よくこれあの教会権力の衰退って言うけど、権力衰退したというよりも世俗化したんだよ。例えばレオ10世、ルネサンスの支持したレオ10世とかメディチ家の人じゃん。だからそういうメディチ家とかそういうところが金の力で強硬になって、好き勝手にいろんなアーティストにいろんなもの作らすわけだよ。だからそれは権力別に衰退してて、むしろものすごく権力発揮してるんだけど、それがそのすごくまあ世俗化、別の言葉で言えば堕落したんだよ教会が。権力が衰退したというよりも教会権力が世俗化したっていうのがこういう絵が登場してきた理由だったと思うんですけどね。というわけで前置きが長くなりましたけど、じゃあ以上を踏まえた上で絵画の歴史の中でルネサンスとはどういう時代だったか。これ一言で言うと、先ほども言いましたけど、古代ギリシャローマ絵画の写実的な表現とキリスト教絵画を融合したっていう、これがルネサンスの本質だと思うんですよ、絵画における。それが具体的にどういうことかというのをこれから見てまいりましょう。はい、はい、じゃあまずその古代ギリシャローマの美術の写実性って何なんだっていう話ですよ。で古代ギリシャの絵っていうとさ、どんなの想像する？古代ギリシャなんか神話を描いてる、神話を描いてるんだけど、その頃の 絵で今残ってるもん、壺絵だと思うんだよ。こんな壺に線で描いた、ギリシャっていうと必ずあの線で描いたみたいな、オリンピックの競技、そうですね、あればっかり出てくるんだけど、なんでかっていうとあれしか残らなかったからなんだよ。あの壁画とか建物と一緒に崩れちゃうし、あの頃の、まあ、テンペラ的な絵ってそんなに持たないしっていうので、古代ギリシャローマの絵ってほとんど残ってないんだよ。で、まあ、ギリシャだと思うけど、古代ローマの絵がその壁画が唯一いっぱい残ってた場所があるんだけど、それはわかるかな。古代ローマ時代の絵が唯一奇跡的に残ってた場所があるんだよ。古
リッセオ、うん、コロッセオ、コロッセオコロッセオ、円形競技場、円形競技場に絵描かないだろう、落書き壁画とかがどこだろう、いや書いてあったかもしれないけど、もう壁とかなくなっちゃってるからさ、うん、それが綺麗に残ってた場所があるんだよ。じゃあ建物ごと残ってた、建物ごと残ってた場所が、それがポンペイですよ。一夜にして火山灰で埋まってしまったわけじゃないですか、はい、おかげで壁画とかが残ったんですよ。空気に触れない状態で、うんうん、保存さ、いい感じに保存された。あ、なるほど。でポンペイの、まあ、にたくさん壁画残ってるんですけど、その中で、まあ、これが分かりやすいんじゃないかと思って、いつも私これ出すことにしてるんですけどね。これゼフィロスとクロリスの結婚、このさっきのボッティチェリの春と同じテーマなんですよ。これあの西風の神様ゼフィロス、はい、でこれあの植物の神様クロリス、クロロフィルの語源にもなったクロリスで、西風が吹いてくるとこの植物が芽吹いて、で花を咲かせてっていうあれなんだけど、これもなんかこう西風の神様ゼフィロスがクロリスのところに来て結婚しましょうっていう絵なんですけど、はい、これがだいたい紀元54年から68年ぐらいの間に描かれてんだよ。紀元後、まだ日本弥生時代とかの頃だよ。綺麗に残ってますね。綺麗に残ってるでしょ、うん、これのポイントはまずここに柱が立ってて奥まったところに絵描いてるように見えるじゃん、うん、だけどこの上のこの落ちちゃったところ見たら分かるように全部絵なんだよ。あ、騙し絵なんだよ。そうなんですね。ここは柱が立ってて奥に絵がかかってるように見えるんだけど、うんうん、全部絵なんだよ。騙し絵が描けるということは遠近、そう、遠近法を知ってるっていうことなんだよ。遠近法が使われてるんだよこれ、うん、確かに。それが1点、うん、それからこのゼフィロスのこの体ですよね、このプロポーションが理想的なプロポーションになっている上に筋肉がものすごい凹凸がはっきりと書かれてる。でなぜこんなに凹凸がはっきり分かるかっていうと陰影がついてるからなんですよ。この3つの特徴なんですよ。遠近法はその空間的な奥行きを表す、それからこの陰影法は物の立体感を表す、この2つの技法を使って理想的なプロポーションの肉体美を描くっていうのがギリシャローマの絵画の他の文化圏の絵にはない特徴なんだよ。へー、思ってたより全然立体的。そうなんだ。なんか平面じゃないんですね。平面じゃないんだよ。これがもう変なんだよ、ギリシャローマって。普通の人類は絵をこんな風に描かないんだよ。絵は平面的でいいんだもん。何もそんな立体的に描く必要ないじゃん、平面的で十分わかるんだもん。うん、そうですね。うん、このもうなぜかこうやたらリアルに描くものが発達しちゃったんだよね。でこれですよ、これが古代ギリシャローマの絵ですよ。遠近法と陰影法で、理想的な肉体美をリアルに写実的に描くという。でこれがじゃあこの西ローマ帝国がゲルマン民族が入ってきて滅んで、でキリスト教 の, あの社会になってどういう絵が描かれるようになったかというと、こうなったわけですよ。うん、これは織谷に行ったことある、あのスペインだよ。ないです。スペイン の, あの世界遺産になってるのボイ渓谷ってとこ。行ったことないです。ボイ渓谷のバルデボイのカタロニア風ロマネスク建築群って言って世界遺産になってるんだよ。行きたいんだよ俺。カタルーニャ地方にある。カタルーニャのそれも山ん中のそのボイ渓谷ってどこだよと思ってるんだけど、なんもないところに教会がいっぱい建ってる地域があるんだよ。それがみんなあのロマネスクの、それもカタロニアロマネスクっていう独特のロマネスク教会でいっぱい壁画が描かれて、あの一部はあのバルセロナの美術館に移されてるけどね。
これここ聖母子なんですよ。これで、あの三王者の礼拝なんですよ。三人の王様が来た、その絵なんですけど、ベツレヘムの星に導かれてね、王様。だこれマリア様とイエス様なんですけど、うん、全然違いますね。でこれをまあ一般にはよ、これほど高度なね芸術が栄えてたんだけど、野蛮なゲルマン民族が入ってきてね、こんなに稚拙になっちゃったよというふうに捉えられがちなんですよ。これが12世紀の初めですよ。1123年頃ですね。こんなになっちゃったというふうに捉えがちなんだけど、これただね、うまい下手の問題じゃないんだよ。これそれはキリスト教っていうのは基本的に偶像を否定する宗教なわけですよ。聖像を書いちゃいかんわけですよ。いかんのだけど、いかんのだけど、そのいろんな人に布教する上ではこういうのがないと困るじゃないかと。そうですね、いうことですよ、うん、でだったらもうギリギリそのこういう記号的なイコンとして書きましょうみたいな、うん、そういうその宗教的な抑制があってこうなってるんですよ。単に絵が下手なだけじゃないんですよこれ、うん、あえての部分があるわけですよ。抑えて抑えて、いやあのほら仏像もそうじゃん。仏像も、仏教も本来は偶像否定じゃん。だからせいぜいがあの仏足石って言って仏様の足の格好した石、足の形描いた石とか拝んでたんだけど、それじゃあなっていう、中国人とかに広める上でインパクトねえなみたいな。でそこにギリシャから、ギリシャ彫刻がガンダラに入ってきて、これだよって言って、で仏像ってもんが生まれて入ってくるじゃん。やっぱりギリシャの影響、ね、あれギリシャの影響、あんなもん作るのギリシャの。あれもさ必要以上にリアルじゃん、ギリシャ彫刻も、うん、でまあ仏像入ってきてさ、やっぱり日本でもさ、な仏像は奈良だねとか言う人いるじゃん。奈良、仏像は奈良までとか言う人いるじゃん。であの鎌倉のさ運慶とか快慶のね、リアルすぎちゃって逆にありがたみがないっていう、それと同じだよ。リアルすぎちゃうとありがたみがないっていうのがあるんだよ、宗教画には。だからこれ単に下手だって、まあ下手もあるよ、確かに技術も一回途絶えてますよ。で頑張って真似しようとしてるけど、まあこうなっちゃったっていうのはあるけれど、それと同時にあえてこう書いてるってとこも分かってやってほしいっていうのがあるんですよ。でこの当時そのヨーロッパ文化圏で最も文化が栄えてたのはコンスタンチノープルなんですよ。あの今のイスタンブールなんですよ。というのは西ローマ帝国はゲルマン民族に滅ぼされたわけですよ。だけど東ローマ帝国は残ってるわけですよ。東ローマ帝国はあのコンスタンチノープルの方はギリシャに近いからギリシャ語圏結構あって、当然古代ギリシャの、あの文献なんかもこっちには残ってるわけですよ。その一番高度だった、一番高度な文化を持ってたコンスタンチノープルで、同じ頃にこれと同じ頃に書かれた宗教画が有名なこれなんですよ。これ見たことあるだろう、うん、何かで見ました。これもやたら、まあ、これと同じイコン何枚も書かれてるから、それの大元がこれなんだよ。これウラジーミルの正信女っていうのかな、ギリシャ正教、ロシア正教だとマリア様のこと正信女っていうから、聖女じゃなくってウラジーミルの正信女っていうんだけどさ、これが1123年頃だろ、これ1131年頃なんだよ。これなんでやたら出てくるかっていうとね、これロシア人にとって特別な絵なんだよ。もともとこれコンスタンチノープルで描かれて、でキエフの大司教に送られたの、今ウクライナの。でそれがモスクワがタタール人に包囲された時にお守りにって言って、キエフの大司教がモスクワ大司教に送ったんだよこれ。うん、そしたらモスクワ助かったって言って、以来これ2回ぐらいモスクワを救ったことになってんだよ。で二度とキエフに返さなくなって今もトレチャコフ美術館にあるっていう。
だからこれもう同じやつを何枚もあるわけ、あちこちにあるわけ、お守り的な、うん、お守りで、イコンってそういうもんだから、うん、一つの形を同じものを何枚も描く、うん、その個性とかクリエイティビティとかいらないんだよ、うん、それは記号だから、うん、これこの時代っていうのはあえてこういう絵が描かれていたんだよっていうことですよ。イコン文化なんです。イコン文化なんですよ、うん、でイタリアはなんだかんだ言ってあのヨーロッパの中ではのビザンチン、ビザンチン美術ね、あのイスタンブ、あのコンスタンチノープルの東ローマ帝国のビザンチン帝国とも言ったから、ビザンツ帝国とも言って、このビザンチンの美術の影響をイタリア結構受けてるわけだよ、うん、でこういうのがイタリアでも描かれてたんだよ。でそれが変わり始めた一番最初の第一歩を踏み出したと言われるのがこのチャンネルで以前やったジョットなんだよ。